どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン動画もりもり公開しております。今日も始めていきますよ。本日は G ラブのブラックビューティーモデルの薄レレと、はい、シンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレを使ってレッスンしていこうと思います。こちらの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひぜひチェックしてみてください。さあ皆さんレッスン入っていきましょう。その前に11月11日渋谷でイベント開催します。詳細はもうちょっと待ってください。ひとまず皆さんスマホに予定入れといて、11月11日ガズレレの日のイベント渋谷で開催っていう風に入れといてください。みんな集まってくださいよ。大合唱していきましょう。さあ今日のレッスン課題曲発表していきましょう。こちらです。ドン Face the Change Every Little Thing のあの名曲。いやーこれめちゃくちゃいいですよ。きっと明日はあの曲です。この曲ね、1998年リリースということで、もう90年代といえばもう J-POP のもうね、黄金期。そのもうトップオブザトップに、こう、君臨していた、エブリリトルシングの名曲中の名曲、ウクレレでモリモリ歌っていこう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ超シンプル簡単バージョン。ゆっくりと誰でもできるようにアレンジしてます。これ、楽しいですよ。やってみてください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、これね、やっぱりキレッキレの16ビートなんですよ。ちょっとやっぱりあのノリはね、練習しましょう。かっこいいバージョンはリズムビシビシかっこいいバージョン。いってやっていきますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでお勉強していただいて、これから自分の手で音楽どんどん生み出して楽しんじゃいましょう。さあレッスン入っていきますよ。 ELT の Face the Change。 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 優しくなれるはず、揺れる景色をずっと眺めている。 2, 3、 澄んだ色した風に思い乗せて、いつか笑顔が Say no.
ブリーリトルスイングのフェイスザチェンジ、ガゼレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみました。きっと明日は、これなんつうかもう来ますね、グッと来る、いいサビのメロディー、なんかね切なくなる、で結構エネルギッシュなんですよね、最後の歌詞のね、最後の締めくぐり、いつか笑顔が君に届くように、こうすごい前向き、やっぱこの時代感も反映されてるのか、なんつうかこう勇気があるというか、切ないんだけどこう力強い、こんなのね、もう全身に味わって、全身に味わうところで歌っちゃいましょう。はい、今のねガズレレアレンジバージョン、すぐできると思います、このアレンジバージョン。あ、一個だけ注意していただきたいのは、これガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでございまして、どんなアレンジになってるかというと、1番をやって最後もうね、また B メロサビと繰り返している、つまり2番の、パートと感想をショートカットさせていただいております、まずはこのガゼレレバージョン全部網羅されてますので、これをやっていただいて、慣れてきたら2番、歌っていただきたいと思うんですけど、コード進行1番と全く一緒ですので、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き込んで、オリジナルの楽譜を作っていただくとフルコーラスできると思います。ひとまずはガゼレレバージョンで練習スタート、ガゼレレの動画には歌詞とコードが出てますから、ゆっくり動画に合わせて練習していってください、動画に合わせてガズさんと一緒にできたよというのはね、1個目のゴール設定として設けてもらいたいんですけど、一緒にできた方おめでとうございます。もし一緒に歌えるようになったら次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出してほしいんですけれど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱりちょっと大変ですから、まずはね楽譜的なものを見て、何回も何回もそれを見ながら練習して覚えて、いずれ覚えちゃって大空に向かってきっと走ったはこう歌っていきたいなと思うんですけど、でもね、楽譜って言われてもどこにあるんですかということだと思いますが、安心してください。今のね演奏はですね、ガズさんの手書きのノート、はい、38冊目に突入です。これを見ながらね、演奏していったんです。はい、こんな感じで、書いております。これね、もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなも書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、このガズクラブ、やってます。これ紹介させてください。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の、今日取り上げたフェイスザーチェンジの手書き楽譜を含む、ガズが今までもう手書きで書きまくってきた、もう膨大な数、ものすげえ数ありますからね、その中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい、でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい、あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています、メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ、なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます、最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Face the Change Every Little Thing の名曲、1988年リリース、見ていきましょう。これイントロなんですけど、ちょっとちっちゃく書いてます。これイントロでーんでーんでーって、こんな感じでギターでちょっと盛り上がるんで、これ Am 伸ばして4ブロックやった後にこのコード進行ですけど、まあ1ブロック2個ずつでちょっと淡々といく感じです。ね、曲はシンプルなんですけど、シンプル簡単バージョン、コード2個になるときちょっと忙しく感じるかもしれないけど、パターンをつかめちゃえば簡単ですからね。で今日はですね、かっこいいバージョンも全部同じコード進行です。唯一キーポイントになるこの1ブロック 4C G7 Am、 ここはねちょっとここかっこよくね原曲っぽく弾いてください。 C G7 ゆっくりやったらできると思います。初心者さんここ頑張ってくださいね。ね、感じで、こんな風に移しておきます。今も言ったようにこの行だけちょっとブロックちっちゃくなってますからね、注意しておいてください。こんな感じで移しておくので、皆さん一時停止で書いていってください。そしてですね、今紹介させてもらったガズクラブで、この
ガズの手書きノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ今日も有効です。ガズのノートの特徴はこの歌詞の上にこの点がついてる。これがリズムのガイドになりますよ。はい。これちょっと歌ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。胸に懐かしく響くよ。二人で言った浜。こんな感じ。点のところでリズム。これ V は休符なんですね。この点は歌詞の上です。これでリズムがわかるっていうのは1点と、あとこの伸ばすところ、歌詞カードには書いてないですからね、これ。こういうのはめちゃめちゃ参考になります。あとこのブロックに対しての言葉の位置関係とかもすごいヒントがいっぱい詰まってるんですね、ガズのノートは。これでガズクラブでね、ゲットしてもらうのめっちゃおすすめです。お時間ある方はこんな感じで、その通りに書いてもらうといいと思います。一時停止で書いてください。まず A メロ1、A メロ2番まで、イントロから。結構山盛りですね。はい、ここ、B メロ。ここがまあ切ないね。会えば独占欲から、なんかこう、恋心ですかね、これは。切ないですね。いいですか、はい、で、ここ、タタタタって書いてある、かっこいいバージョンではここね、ごめんねで決めていきます。これね、後で解説していきます。シンプル簡単バージョンではただ止めたということです。で、ここからサビ。このサビがもういいんですよね。きっと、明日は、希望がある、やっぱり。明日に希望がある。いいですね。思いっきり今90年代のこの歌を今2023年に歌う喜び、ぜひやってみてください。コードも簡単ですよ。この辺なんかもう入門コードだもん。もう嬉しい。はい、それでここまで来たら、ガズレールオリジナルワンブロック感想みたいに入れて B メロに戻ります。 B メロに戻ったと。 B メロに戻ってシンプル簡単バージョンはこのサビの前半は伸ばしました。で、かっこいいバージョンではここではね、こう書いてあるけど、アルペジオという弾き方でちょっとおとなしくなりたい。それで最後盛り上がって終わったよというのが、今のガズレールアレンジバージョンになっております。出てくるコード見ていきましょう。はい。今日はコード7個です。言っていきますよ。C と Am と FDm、G7、E7、Em7。これ今映ってる7個のコードは超絶ガズレール入門コードのグループなんです。嬉しい。これ初心者さんでもすぐ弾ける簡単コードですからね。はい。これは何かというと、これです。ドン。ガズレール必須コードのグループのメンバーになっております。このガズレール必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に覚えてもらいたい最初の10個のね、入門コードのグループ10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだから超簡単だけど、いっぺんにドンと覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。概要欄に貼ってくるの貼っとくんでね、10個の入門コードガズレリスコード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。これね、歌がですね、とにかく気持ちがいいんですよ。で、シンプルだし、コード進行もシンプルだし、この曲はね、皆さんチャンスですよ。ゆっくり弾いて歌を思いっきり実感しながら気持ちよく歌いましょう。もう難しいことは一切抜きで、もう感情たっぷり歌うにはもうこれいいです。で、もうめちゃゆっくりでいいからね。きっと明日は優しくなれる。こんな感じでバラードみたいに歌うのもすごくいいと思います。まず初心者の方も楽しんでものにしてください。そんなのをこう経てかっこいいバージョン、かっこいいバージョンになったら急にドーンとね、レベルアップしますからね。はい。解説入っていくぞ。はい。ここからかっこいいバージョンなんですけど、コードは出てくるコードは全く一緒なんですね。やっぱリズムなんですよ。今日はね、これだ。これ、やっぱり、ドーン。アルペジオと16ビートの茶。できればカッティングを入れると、さらにいい感じになりますよと。この曲ね、やっぱね、ドンつく、ドンつく、ドンつくって、こう、やっぱりこのね、EDM というか、デジタルドラムビートみたいなのも、心地いいんですよね。なんで、16ビートでやってみましょう。これはね、16ビートっていうのは急にね、こう、レベルが上がっちゃうんですけど、8ビートでもね、いけるかもしれないな。きっと、明日は、優しくなれるはず。これでもいいと思いますよ。まあ、なんだけど、ちょっとやっぱ原曲のイメージだと、きっと、明日は、感じのやっぱりね、ドンつく、バカつく、ドンつく、これがやっぱりね、ちょっと欠かせないかなと思ってやろうと思います。今映ってる弾き方の解説、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの1枚のページの中に、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされていますんで、そのリズムわかんないなという方はそこでじっくりお勉強してみてください。というわけで、今日まあほとんどね、この16ビートのチャなんですよ。で、できればですけど余裕出てきたら、ちょっとこのカッティングを入れるとですね、さらにキレが出るんですけど、あんまりカッティングは今日は意識しなくてもいいかもしれない。とにかく16ビート手首柔らかく使ってね、やっていければなと。ちょっと練習しましょうか。じゃあ C で練習します。 C で16ビートのチャ、ワン、ツー、スリー、フォー。手首柔らかく見ててください。ガズさん、ここは動いてないですよ。こことかこう弾いてないでしょ。分かった、今こうなんですね。はい、これね、悪い例はね、 これです。これガチャガチャって弾けないです。疲れちゃって。こことか筋肉痛になるから、柔らかく。これ
16ビートのチャというリズムです。これはね、この動画がもうちょっと参考になるかもな。16ビートのチャがめちゃめちゃいい感じになる7つのね、すごい裏技みたいなやつ。これもちょっと見てね、合わせて、これもね、概要欄貼っときますね。研究してみてください。で、ワンブロック2個出てくるのが多いんですよ。ちょっとイントロをやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、チャカチャカ。こんな感じだ。かなりね、こう、スピード感あるように感じますよね。ワンブロック2個だと、ダンダカ、チャカタカ、ダンダカ、チャカタカ、ダンダカ、チャカタカ、ダンダカ、チャカ、こんな感じになります。で、ワンブロック1個のところ、例えば、あえば、独占意欲からのところ、ここの B メロのところやると、ダンダカ、チャカタ、ダンダンダ、チャカタカ、ドンダカ、チャカタカ、ちょっと食い込む感じの16ビートル、チャカかっこいいかなというふうに思います。で、もうね、ほとんどこれ、最初から最後までこれなんですよね。このリズムなんです。だからこの16ビートのチャを淡々とリズムキープして、速くなっちゃい、気持ちよく弾けるようになると速くなっちゃいがちなんで、ここ注意してくださいということと、あと、曲の中でこのツタタタタタっていうのが出てきますね。これはね、よく出てくる、切り替えの時に出てくるんですけど、まずイントロの方は、イントロの後半やりますね。Dマイナー、G7、F から、タタ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 、こんな感じ。チャパパパパパパ。はい。こんな感じで、ツタタタタタタタ。で、1回目のサビが終わった最後の一番最後のところも、Aマイナーで繋ぐガズレレオリジナルの感想の一番最後のところでちょっと入れようと思います。いつか笑顔が、サビの一番最後。いつか笑顔が、君に届くように、ここで、ワン、ツー、ウカダカダカダカ、胸がどこ、こんな感じで、ダダダダダダみたいな、ちょっとね、チャパパパパパパパみたいな感じでやっていこうと思います。16ビートなんで最初にチャを入れて、みたいな感じでございます。で、ずーっと淡々とこれが、これがね、この90年代のね、こう音楽の結構特徴で、ドゥンツク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 、これ淡々といく感じ。これがね、結構この気持ちいいんですよね。このビート感が。ドンツク、ドンツクみたいな。これを、なんかだからリズムキープが結構大事になるから、ゆったりなんだけど、わかるようにね、皆さん。結構16ビートこう、すごいガチャガチャなっちゃいがちだよ。なんかなるべくガチャガチャ聞こえない方がいいんですよ。はい。胸に懐かしく響くよ。なんかすごく激しいイメージを持ってるかもしれないけど、結構柔らかいイメージですね。例えるなら、白鳥がこう、スイート、スイスイと水面を動いてるけど、よく水面の中を見ると足がパタパタパタって動いてるみたいな、そんなイメージがね、こういうの大事になりますからね。軽やかにやるのが、力抜いて、スナップ効かせて、じゃないと一曲持たないですからね、力入れてると。はい。で、唯一アルペジオって弾き方が出てくるんですけど、これはですね、一回、イントロから A メロ、B メロやって、サビやって、で、また B メロに戻って、その後のサビの前半だけアルペジオをやってみたいと思います。そうするとね、本当にごめんね、きっと明日は、こんな感じでちょっとおとなしくなる。これアルペジオはね、これかなり効き目ありますよ。それまでずーっと16ビートの字で、こう淡々とダンダカダンダカと来たのが、急にスッとこう抜けて、なんかこう、バラードみたいな感じになってんで、この抑揚があるとまたこれね、エモいんで、ここでかなりこうドラマティックな雰囲気が出ると思います。ちょっとやってみてください。で、今ちょっとやって、ごめんねところで、タタタタって止まるとすごくいいですね。はい。今、B メロの後半。いつも強がってたよね。本当にごめんね。ここもダダダダでもいいですけど、左手でカッティング入れられたらなおいいですね。一瞬でですけど、カッティングっていうのは左手で音を止めるんですね。一瞬芸です。これはね、職人芸なんですけど。まあ、本当に微妙なニュアンスなんですけど、こういうのがね、こう積み重なってね、こう曲の完成度上がっていくんでね。きっと明日は、はい。こんな感じになる。なんで、基本的にはもう超シンプル。シンプルだけど、このリズムキープとか、この、ドンツク、ドンツク、この、なんつうの、このビート感をずっと継続するのっていうのはね、なかなか違う意味で難易度は高いと思いますからね。ただやっぱりこの16ビート手首柔らかく使ってしなやかに弾くっていうのはなかなかね、何回も言いますけど、なかなか高度のテクニックなんで、まあ何回も言うけど、このね、動画とかすごい参考になると思いますからね、これを見ながら概要欄に貼っとくけど、やってみてください。そしてですね、僕はその YouTube でですね、ブリーリトルスイング当時のライブ映像とか、まあ見ながら、あのね、
ぱり今にはないね、やっぱこう夢のファンタジーがちょっと詰まったようなライブの演出だったりとか、持田香織さんのあの雰囲気とかもね、やっぱすごくこう心をなんか打つ感じがするんですよね。ああいうのも、もちろん歌詞の中身も読み込んでね、メッセージ、これ、すごい、前向きな感じですよね。すごいこの、今必要だと思います。こういうことを胸にグッと抱いてですね、心を込めて歌っていきましょう。Every Little Thing の Face the Change。ガゼレリ流かっこいいバージョンやってみる。いいですね。このサビのメロディーはもうね、たまらない。もうずっと歌っちゃう。きっと明日は、なんかこう空を見上げながら思いっきり歌っていきましょう。気持ちがいいですよ。はい。お知らせです。11月11日、さっき見たけど渋谷でガズレレの日のイベント開催します。詳細もうちょっと待って、もう本当にあとちょっとで公開できると思いますが、11月11日、東京の渋谷でですね、ガズレレの日記念イベント開催です。予定に入れといてください。詳細はこの、いろんなところでね、また追ってご報告しますんで、よろしくお願いします。あと、ガズレレのアプリ、ガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、新しいブロックめちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについてもちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。アマゾンとか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノ
という YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。